は、みゆです。こんにちは、森です。はい、そして引き続きゴルフパフォーマンスの柳田さんに、はい、はい、ご協力いただきます。よろしくお願いします。まあ、今回も前回に引き続きゴルフパフォーマンス秋葉原店さんのパターの設備をお借りして森ちゃんにレッスンをやっていただきたいと思います。はい、どうぞ。笑った？だってずっと笑ってんだもん。いやいや、いつもそうじゃんね。そうか、そうか、そうか。なんかあいつカンペ見やがってみたいな顔してた。もろみでしたわね、ずっと見た。前回が方向性っていうところにフォーカス当ててやらせてもらったので、今回距離感っていうところにフォーカス当ててちょっとレッスンしていきたいなと思います。はい、まあ、前回に引き続きみゆちゃんに打ってもらってから、まあ、ペンドさんに測定してもらって、まあ、その測定結果をもとにちょっとレッスンさせてもらおうかなっていう感じでやっていきたいと思います。はい、2つほどあって、まあ、まず先ほど使ったキャプトというものを使っていくのと、あとパッドビューで実際にこの距離感を打ちましょうというゲームモードというのがあって、はぁ、ゲームモード、はい、まあ、それも楽しみ。それも使っていければと思います。じゃあそれちょっと用いて、じゃあやってもらっていいですか？はい、わかりました。用意します。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまたレディーってなったら、かしこまりました。はい、準備できたらお願いします。はい、いい感じ。素晴らしい。喜んじゃってる。よかった、レッスンの正解です。いい感じ。今のでちょっとショートしてしまったんですけど、リズム的には少し遅いっていうパターンです。今見てもらって、理想が90っていう BPM して、今70っていう数字だったんですね。これだと少しテンポが遅いので、仮にちゃんと当たった人も少しショートしちゃうよ。前のボールのは69なんですよ、まあ、ほとんど同じなんですよ。じゃあそもそも遅いんだ。ずっと遅い。そうなんです、遅いんだね。少しタイミングを取るのがゆったり、こう逆にロングパッドは大きく上げてあげないとっていうイメージですかね。そう、なるほど。なんで90が理想って言われてます。もちろん。ってことは若干なんかヘッド走るような感じしたら、もうちょっと上がるって感じですね。動きに行ったら。そうです。オッケー、じゃあもう直す。はい、構えて。お願いします。構えます。はい。打ちますって言った時に、はい、ここの足がね、足の、はい、足というか腰っていうか、すごいこう流れるのよ。特に打っていく時にこうなるからさ、頭がこう右に倒れてダフたりするの。あ、それは。でここが固定されればさ、さっきちょっと柳田さんも確認したけど、ちょっとこう要は手が先にこういくからヘッドがちょっと走りやすくなるのよ。はい、やっぱテンポ的にやっぱ腰がこうくるとさ、ヘッドが自分を後をずっとこう追っかけていく形になっちゃうから、自分の前に通過していかないから、やっぱスピード感としてはやっぱ細くなりやすいんですよね。そうですね。だからここを止めてあげれば、要は自分の前のヘッドをこう追い越していく形になるから、ちょっとヘッドが走るとか表現したりするけど、テンポも上がるようになる。そうそう、ちょっとそれでさ、私腰を押さえてるからちょっと何球か、はい、打ってもらって、はい、いきます。いいの、そう、こういうイメージ。うん、へぇー、足の間から、はい、はい、いいよ。そう、ナイス。だいぶこれってテンポかかるじゃん。82なんで10上がりました。早くなってます。とりあえず気を止めてテンポをまず早くするっていう感じだから、腰止めてあげる。はい。そう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 。ナイス。いいですよ。今のね。78。ああ、80ぐらい。10ぐらい。10ぐらいだった。っていう感じでちょっとテンポを上げる。なるほど。で、ちなみになんですけど、このテンポの機械の他に、なんか距離感を測るというか、測定できるやつ、ありますか？透明なものになるんですけど、ほいほい、これを使ってもらって、おっしゃったように今リズムのお話なんですけど、振り幅ですね。どこまで振ると、まあ、できれば BPM、さっきのが78っていう数字なんですけど、うん、90にした場合にどこまで上げてあげるとこの距離感が合うのかなっていうのを掴んでいく、振り幅を変えていくってことですね。
13になるんですけど。あ、なるほど、数字が書いてある。はい、色分かれてるんだ。じゃあ赤は赤って感じなんですか。そうです。あー、これ紫か青か。青は青、うん、っていう感じ。そうです。あ、オッケーオッケー。じゃあそれぞれ4種類あって、どれが90に近いかって感じなんですか。そうですね、おっしゃる通りです。あー、なるほど。じゃあ49通だ。これは人それぞれのことですか。できれば BPM が90になって振り幅が一定になったら、どんな人でも同じ振り幅になるんですよ。もちろんパターンの重量が重い軽いであるんですけど、パターンの条件、パターンの重さが一緒で、はい、で振り幅とリズムが変わらなければ、どんな人が打っても同じ距離感になる。最強じゃん、ミンちゃん。そうですね。マスターするとすごい距離感がありやすい。じゃあ最初はピンクピンクかな。はい、ちょっと手前の意識して。はい、今ので88。最高。ほぼほぼ100点です。へぇ、なるほど。ショートしたってことはもう少し大きい振り幅にした方がいいってこと。そうです。重々とかにしてみようかな。じゃあここで、あー、試してみます。いいですか。さあ今ここでやったんで、こっちでオレンジだいぶショートしてたから。ショートしたことは少しリズムが遅くなっちゃったっていう。なるほどね。さっきのピンクとさ黄色の違い、なんかピンクピンクの時はさ、そのフォローでバチってしっかりここでこうやって止まってたの。はい。でもなんか大きくなった瞬間に黄色になった瞬間にさ、はい、なんかデレデレデレみたいな止まりがないから、ちょっとあのピンクの時みたいにこうしっかりフォローピタッとこう止めてあげる認識すると、スピードがちょっと要は90に近い形になるかなってちょっと見てて思った。フォローを出すっていう意味が、うん、フォローを出した後もピタッと止まるべきなんですね。もちろん。それはちょっと、もちろんショート押すんじゃない、ピタッでしょ。ダラダラダラってやってる人ってあんまりそうなんだ。こう、こっちにこう流せば流すほどフォロー出てるっていうイメージでした。そうそう、まあね、流した方がいいけど、流した先はピタッと止まっててあげないと。いや、デレデレって目が、ハハ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 ハ。いい感じ。腰を動かさない時間まで止めるっていう。はい。2つ意識して。はい。うん、そう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 。めっちゃいいよ。ナイス。80だ。わー。完璧。91。わー、これで。そうです。なんで90に合わせた時ちょっと強かったじゃないですか。そしたら振り幅はやっぱちょっと小さくていいのかなっていう。80代だったら80の BPM なのであれば、さっきの振り幅になるよっていう。はい、なるほどね。はいはいはい、あくまで基礎なんで、できれば90がいいですけど、多少も遅い早いのは自分の感覚に近いのでもいいかもしれないですね。なるほど。じゃあ最後これ出して一回打ってみて、はい、そしたら足を回さない、最後寝る、入れてもらって、はい、よくよく締めてもらって。わかりました。あ、なんかそんなうまくいかないよ。もう一回、もう一回、もう一回。ちなみにテンポは今完璧です。87なんで。あ、本当ですか。はい、もうほぼです。しかさ、今のテンポでちょっと振り幅をさっきのピンクピンクぐらいにすればいいのかな。そうですね、ピンクピンク、うん、おー、ガイドライン通り。ナイスが89です。あ、違う。あー、30センチオーバーってよく言うやつですね。いい、めっちゃいいじゃん。あとはそこを慣れらね。はい、練習を継続してもらって、それに慣れてもらう。そうですね、っていう感じで。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ゲームとやら、じゃあちょっと説明していただいてもいいですか。ちょっと準備しますね。はい、お願いします。
じゃあちょっと下を見てください。はい、こんな形で、えっ、おお、で、なな、お二人ともそしたら立ってもらって、はい、で、ここの丸い、はい、丸いところに行ってボールを、ここ、はい、そうです。で、これで、まあ陣取りゲームみたいなものなんですけど、はい、ま、枠が今6個ありますね。あー、なるほど。で、そこにパッドでボールを止めてもらうと。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ、え、これ、森先生と私ね、戦ってるんですか。そうです、そうです。遊びなんだから、やろやろ、遊びなよ。さあ、やってみましょう。ちょ、宣言してもらいましょうか、じゃあ。確かに、一番手前からいきます。一番手前から。確かに、確かに、宣言してもらいましょう。一番手前から。おぉ、やばい、チャンス、チャンス、うわ、あ、それ打ち勝つ方がの、あ、そうだ、確かに、そうします。そんなこと、私はとにかく、とにかく、とにかく、あ、それいいんだ、宣言じゃないの。お、強いです。何してんの。せっかく、せっかく、よしよし、私ちょっと先になりたとかって言うからさ、あれすごい、せっかく、やべ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 、おっと、結構いい勝利だ、おっと、空気に読めるようになったんですか。先生、私といい勝負をしてくれるような空気を読めるようになったんですか。もうやばい、嬉しい。結構難しいですよね。いや、難しいです。そしてこれ楽しい。よし、次こそ。お、これいいでしょ。あー、これでもマジむずい、ほんとに。私が誰もさんからやることってなる、やばいよね。写真式やばいんだよ。そもそもプレッシャーがある。あ、狙いに行ってる、これは。いやおー、マジで、待って、マジ、ちょっと気づきました。今まっすぐちゃんと打ってるのにボールが左に行ってるじゃないですか。そう、さあ、ここはやっぱり傾斜してるんで、傾斜も計算しなきゃいけないんです。なるほど。だってまっすぐだけが傾斜してるんですもんね。そうです。そりゃ、そりゃそうっすよ。傾斜してたじゃないですか、簡単。何やってるっすか、何やってんすか。やべえよ、ゲームになったらな。そんなこと、でもあれです、また森先生の、だって、ね、カップより大きいですよ。本当だよね。何してんの。何、もう一回。あ、もう一回どうです。なんで、じゃあ、森先生お願いします。今ちょっとだんだん距離感掴めてきてます。絶対本気でやっちゃうことない。勝負しよう。先生、ちょっと、ちょっと、ちょっと、何やってんの。何やってんの。帰れない、帰れない。もう本当は帰れませんね、今やってる。これ確かに。もう兄ちゃんでいいから早く入れてくんね。いや、強い、強いよ。でもやだ、ミスが同じんだ。強いから弱い。それもう本当さ、なんとかしてよ。さっき読んだぞ、できてよ。確かに。お、ナイスバット。これ強いよ、強い。あー、止まった、止まった。え、これ間ですか。間ですね、これじゃあ。辛っ。すごい。間じゃん。え、そんな、いや、待って、これちょっとシビアすぎ。シビアでしょ。ちょっと何分かかるかちょっと測っといてください。5分くらい。今何分だと思ってんの。あ、これいいんじゃない。弱いの。ちょっと弱いですね。うわぁ、むずいよ。あの、この中で何かアドバイスをプロ、プロ、生徒に、生徒にアドバイスを。立ち位置的にはできないよ、今。結果出てないから、今。やだなぁ。あれよ、あの、テンポ、リズムの把握をして、それが決まればずっとそこに行くよ。うわ、うわ、これはもう、いや、あ、イエスって言ったらあんまり嬉しくない。こんな感じで、あのパッドの練習ってやっぱりちょっとつまらないとかおろそかにしがちなんですけど、ゲーム感覚にすると楽しめるっていう、これ楽しい、そう、メリットもあるんですよ。強い、ちょっと強い、いやー、結構軽くていいのか。じ
や、うまいぞ森先生、これはすごい、やったー、俺負けたー、負けたそろそろ消さないとなんて空気読んでる一番でダメ、また強い、いや、いいんじゃない、ちょっと、いや、絶対ダメだよ、こんな、こんな細いとこ取ってんの、いや、仕込んで、でもね、私終わらせないといけないんだよ、そうですよ、いいじゃん、外し続けてたって、だから私なんでそんな食いんすか、こっちだって本気なのに、おー、素晴らしい、あ、うまい、うわ、ちぐわー、マジ意外と難しいぞこれ、いやいや、もっと楽しいものかと思ったこんなにもなんか ね、辛い思いするなんて思わなかったです、なんかあの試合でもっと外し続けてる時のメンタルになってねなんかメンタル協会に繋がりそうだこれ、いや待てよ、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 ちょっと助っ人お願いします、はい、わかりました、わかりました、ナイスパット、これはね、もうこれさ、これはないよねあそこは、あそこがすごい難しいんだね、あそこ難しい、こういう傾斜がこうなってるんで、ちょっと矢田さんに見せてもらって、はい、いつもやってるひどい、ひどいな大丈夫よ、大丈夫よ、いつも通り大丈夫よ、いや、うまいわいつもやってたって、むずいんだって、これ、いや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 ちょっと前から来ました。だって射程感覚が詰まっちゃって。効果が上がりっぱなしだ。
はすっごい楽しかったです、あれは。楽しかった、すっごい楽しかったですし、最後の最後まで一個も私は破れなかったのがもう心残りです。居残り練習ですね。まず一個消せるように。いや、もう矢田さんが全部やってくださいました。私の体の圧に耐えながら耐えながらありがとうございます。寄り添ってくれてたのに。でも本当難しいけど、でも時間見たら結構経ってますよね。30分ぐらい。そんなに経ってます。なんかそういう距離感を合わせるパッティング練習で30分ってできないから、すごいあっという間に感じるっていうのが、やっぱパターンの上達にすごい近道なのかなっていうのはすごいやってみて思いました。辛かったけど。森先生のあんなの初めて見ました。あんなちっちゃいねクラブ使っても使いこなせてたし、左クラブとかもなんかねいっぱいやってるのに、いい練習になりますね、これは。そうですね。なんでちょっとこれを機に、はい、距離感ちょっと今日やらせてもらったので、はい、はい、それを忘れずにちょっと反復練習してもらって慣れていってもらえたらなと思います。はい、はい、ありました。すいません、本当ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。またお願いします。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。では、はい、はい、いいねよ、グッドボタンです。はい、せーの、いいねとグッドボタンをよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。